ダダン買ってきました万代書店高崎店がね、リニューアルしたんですよ。場所を移転して、まあちょっとね、お休み期間があって、特におもちゃコーナーって結構ずっと休んでて、やっとオープンしたんですよ。おもちゃコーナーをね、最近。そしてまあ古着とかはちょっと前からやってたんだけど。で、そのね、おもちゃ、雑袋を買ってきました。はい。ゲーム系キャラグッズ、小物を雑に詰めました。で、1000円なんですよ。 税込み1000円かなま、あ一応こんな感じのね、注意事項も書いてあって、万代って書いてあります。はい。サイズ小さいんですよ。ここがねってとこなんだけど、うん。ただワンチャンレアなのが入ってるんじゃないかっていうのを期待して、今回これ確かね、2袋買いましたね。そのうちの1袋を今日ね、大晦日なんですけど、開けたいと思います。よし。なんかね、宝が、 前の時は、なんかまだ鬼滅の刃のグッズが、なんかそこそこ高かった時代なんだけど、なんか鬼滅グッズがね、2個ぐらい必ず入ってたんですよ。缶バッチとか。ただ今そういうのがないじゃん、あんまり。まあ、馬娘とかが、まあ、ある程度高いのかなわかんないけど。何が出るかがお楽しみっていうことで。するがい福袋と違って、する屋いのチェックが入ってないから、まあなんか、 相場的にはレアだけど、ここでは安く入ってるっていう可能性もあるんだけど、本当に微妙なのしかない場合もあるんで、はい。しかもね、めっちゃ売れ残ってた。<laughs> 確かにサイズ小さいんだよな、これ。ちょっと待って、ごめん、開け方が失敗した。ちゃんと開けないと。おっしょこっちも切んなきゃ。このサイドを切らないといけないっていうね。よし、来たぞ。お、おっきいの入ってますね。 とりあえず、重いのを選んだ感じなのかな。まず、ババン、フェイスタオル。フェイスタオル、フェイス。何のやつあ、ファイナルファンタジーじゃん。300円で売られしたから。多分、前の店舗の時の売れ残りがをね、入れてきてるんだろうな。これっぽいよな。うん。まあ、くじの、はい。まあ、解消っちゃ解消なんだけど。でも、ま、あ、当たりじゃないこれは、いい方だと思いますけど。これはいいんじゃないかな。 ゲームガチャ、ババーン。はい。一応ね、今回のやつはね、あの、ゲーム系キャラグッズって書いてあるんですよ。プラス小物を卒園に詰めましたから、ゲーム系がいっぱい入ってるんですよ。セガーの、まあ、ゲームギアとかそういうね、昔のセガのゲームハードの、まあ、ポーチ。型のポーチ。これは当たり。まあ、300円で売ってても買わないけど、 ガチャで300円なら回してもいいかなって感じかな。そしてまあこれね、これテイルズかなわかんないな。100円。ラバー。こ、こら辺はあんまわかんないからな。おっと、大物が入ってた。ああ、これいいんじゃない ?500 円で売ってても買わないかもしれないけど、スタージャのフィギュアですね。チビキュンキャラ、ポケットモンスターショー、大人もポケモンってことだね。スタージャ、当たりだ。これ一番口のね、まあ解消っちゃ解消なんだろうけど、 でもフィギュアだからな。ワンチャンいいんじゃないかっていう。おほほ。まあ、ポケモンもゲームっちゃゲームだもんね。消しゴム3点セットですね。これ440円とかしたんじゃないはい。ケロマツ、ハリマロン、フォッコ。ほら、目的に当たりだな。そしてなんだこれは。なんかのアクリルキーホルダー。これなんかかっこいいな。 これ女の子のやつもあったりしてね。ま、あこれも悪くないけどね。知らないってだけで。小物が結構入ってくるんだよね。缶バッジとか。まあ、フィギュアなのか。まあ、キーホルダーだない。ガチャかな。なんか見たことあるんだけど、みたいなね。お、横長缶バッジ。はい。いいね。こういうの高いんだよね。あの、定価で買うとね。あの、ショップで買うと、ちゃんとしたお店で買うと。 実は高かったりしますよね。あれこれワンピースじゃない違うかなワン、バンダイ。ワンピースのキャラっぽいけど違うかな違うかもしれない。ごめんなさい。わかんないです。ワンピースあんまわかんないからな。そして、ババン。白猫プロジェクト。み水着アクリル企業。これね、メンズですね。これは。400円で売れなかったんだな。 まあでも定価からしたら400円でも安いんかもしれないけど。あ、こああ、まあ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 。ドラクエのこういうね、ミニフィギュア。まあ、遊べなくはないから、これはいいかな。で、ちゃんとフィギュア入ってますね。こういうね。箱なしですけど。まあ、箱なし。まあまあまあ。ゲームガチャって感じ。まあ、組み立ててみると結構満足感あると思うんだけどってとこかな。坂本龍二。そう、わかんないよ。イケメン系の缶バッチと、 さっきの細長。ローズかなおう、かわいいじゃないですか。ミントだって。なんか、アレンジてきそう。あの、スマッシュブラザーズ。あ、大乱闘スマッシュブラザーズ。あーモンストくじのデカカンバッチ B 賞。まあ、上位なんだけど、今となってはってことこだからな。悪くないけどね。そんで、こういうペラ系も入ってくるんですよ。 色紙ボードみたいな、色紙アートみたいな。これ何のやつだろう悪くないけどね。これ色紙アート最近多いっすよね。うん。ね200円で売れ残ったんだろうな。で、福袋行きになったという。うん。これは色紙だね。色紙アートっていうか、これなんかちょっと布っぽいやつあるじゃん。色紙アートというか。この二つはそれです、ね。 うんー、微妙かなー、今んとこ。1000円で、数れぐで買うと結構いいの出てくるじゃん。色紙ね。あと、量がもっとあるから。そうだねーってとこかなー。あんまおすすめでもないからよ、やっぱり。うんー、まあ、知ってはいたけどそう、一緒に行ったね、人が、先に開けてるの見たから。やっぱりってとこかな。ワンチャンなんかいいのが一個当たりが入ってればいいんだけど、 うん、これとかもなんか、シールみたいな。で、ラストに箱物。あ、待って、まだあった。その鍵に隠れてたわ。なんだこれ。全然わからん。ドラゴンプロジェクト。ドラゴンプロジェクトなんてあったわ。色々混ざっててわかんないな。で、ラスト箱物が入ってます。箱物がフィギュアだったらよかったんだけど、まあ、グラスですよね。 星たぬきグラスかー白猫プロジェクトかーって感じですよね。300円で売れなかったんだなだから、こんな感じです。あの、全体的に全部値札がほ、ほ,うほう、まあ、これがつ付いてないけど、ほとんど値札が付いてたんで、あの、移転するときに売れ残ったやつを全部福袋にしたから、これだからですね。これ、めっちゃ売ってました。はい。ただね、ちょっとサイズ小さいですね。 万代の熊谷店のね、福袋が前ね、1000円でこの倍ぐらいのサイズだったんだけど、なんか一時2000円ぐらい値上げとかして、だからなくなったりしたんだよな。そ今売ってなかった気がする。最近行った時は。はい、ということで。ちょっとね、期待は正直してなかったんだけど、やっぱりダメかなどうなんだろう。まあ、ワンチャンさ、なんだろうな。これ辺がさ、 鶴が買い取り300円、300円とかつきましたとかなって考えれば、まあね、残りを400円で買えたとすると、まあこれがまあ僕的に当たりだし、みたいな感じで、うん、いいかな。まあ、スターズも別に200円なら買ってもいいかなって感じはあるし。そうね。あと、まあこれ、ね。ちょっと開けてみようか、せっかくだから。これ何なんだろう。いや、あの、何な何かはわかるんだけど、あの、 ちょっとあれがわかんないからね。これ切るのむずい。布だから切っちゃったら終わるからな、中身を。ここ切ればいいんああ、危ねえ。ほら、今この状態だからね、危ない。中身を切っちゃう可能性がある、これ。こうやってちょっと切れ目入れても、あと手で破った方がいいな、これは。ポーチだからね。最近多いよね、こういうポーチ。なんかね、100円コーナーもあったんだけど、そこにもめっちゃ売ってましたね、ポーチ。ああ、こん中だと、 ま、おなじみなのゲームギアなのかなうん世代ではないからね、ゲームギアも。で、出たのはコントローラーっていうね。本体じゃないっていうね。多分サイズも違うんじゃないかなこれ、これだね。マスターシステムのコントローラーです。のポーチ。マジか何なんも入んないでしょ、これ、つって。 こいつちょっといい感じのフィギュアじゃんドラゴンクエストだし、確か多分そうだよね。あんまドラゴンクエストわかんないんだけど、まあおもちゃ遊びには使えそうな雰,雰囲気があるから、ゴーレムみたいな感じこいつをね、投入しとこう。なんか入れとかないとね、なんとなく。で、これ腰のとこにつけとけば、いつでもゴーレム出せる。ゴーレムかわかんないけど名前。適当に名前つけたけど。 この感じでねままああ懐かしいよって、まあ、ちゃんとセガが作ってるっていうのはポイント高いね。多分ね、このガチャ200円じゃ買えないと思うんだよね。300円すると思うんだよな。多分予想は。うん、300円最近高いからさ、ガチャ。最近500円とかでも平気でしょぼいの出してくるからね、ガチャね。うん、まあコストはかってんのかもしれないけど、正直500円のガチャは、うーんちょってどこかな。うーんって。で <laughs> だったらお弁当1個食べようよみたいなレベルのが多いからね。あとはまあ個人的にまあ当たり系はこれだよね。だけどこれ100円では買わないよな。20円ぐらいじゃないと。20円ぐらいやったらまあ自宅ショップだとね、買うかなって感じ。うん。これね、取っといて自分の子供に使わせたらすごいよね。え、なんでそんな古いの持ってんのってなったりするかもしれない。学校で。あ、これ何なんだろう。かっこいいけどな。 ジブリっぽくもあるけど、ジブリじゃないよね。なんだろう、これ。かっこいいよな、このアクリル。出してみましょう。いや、大晦日ですよ。もう部屋を片付けなきゃね。まあ、片付け終わらずに年を明けることになるけど。福袋はね、あんま買ってないっす。あ、買って、<laughs> 買ってないっすって言なきゃ、言きながら今これを開けてるけど。これは買ったけど、あの、お正月の福袋とかそんなに狙わないっすね。 スルゲアも買いたいけどね。通販が意外と出てこないよね。やっぱ実店舗で作るから、通販ではあんま出さないのかな。綺麗だね。状態がめっちゃいい。これはね、なんか、このままにしとくと、壊れちゃうっていうか、傷ついちゃうから、後でちょっと、この辺なかったっけな。ポチ袋みたいなのがあるんだけど、 それに入れなきゃいけないんだけどないあれポチ袋どっか行っちゃったマドレ入れときますさポチ袋っていうかポチ袋じゃないやあのジッパー付きのさ透明の袋あるじゃんそれに入れないとあとまあこの辺とかもね何のやつかなバンダイがちゃんと出してるけどねまあこういうグラスとかもね どうなんだからね、テープでもうベリベリに貼られてるから、そういえばこれとかはなんかスぐガいで買い取ってくれるとしても、もうね、至っちゃってるからなって思っちゃうよね。うん、グラスとかはね、物によるからな使い,いかあ、いけるかも。あ、綺麗に剥がれた。あ、綺麗に剥がれた。300円だったんだ、もともとね。 まあ、グラスを300円で1万口の解消って売れないよね。フリマラと正直50円とかじゃないと、50円でも売るの大変かなって感じはするから、ちゃんと売らないとね。まあ。どうでしょう。白猫プロジェクト。星たぬきグラス。可愛いけどね。開ける一回開けなくて。開けちゃうと、まあこれが入ってるよって言うとね。まあでも可愛いな。まあ最悪使おう、これは。 可愛いいから取っといたところでだからねただね動画にしなかったけどあしなかった時は幸せだたというかなんか、うん、もうあの片付けなきゃいけなかったから開けたんだけど食器箱にねあのメルカリで8000円ぐらいで売れてる皿がね出てきましたよ普通にね使ってますけどねテーブルの上で小物入れとして使うんかいっていうね、まあ、メルカリで売ってもいいんだけどさまあなんかデザインが猫のデザインだったからなんかドラえもんみたいな。 可愛かったんですよ。うん。なんか、アーティストのデザインのやつで、記念品みたいなやつだったから、なんか、もう定番、毎年出てるシリーズで、それの2020年バージョンで、あのー、やっぱファンがいるみたいなんだけど、野口優子さんだっけなちょっとごめん、名前忘れ,な忘れちゃったんだけど、メルカリとかだと8000円ら出せばね、新品で確実に売れるかもしれないけど、まあ、それはね、デザインが良かったから、まあ、使ってます。 あの、ツイッターとかに画像あ上げてるんでよかったらね、見てください。ツイッター説明欄にね、リンク貼っておきます。ラバーはね。これもね、定価で買うと高いんだけど、まあ、2018年とかのやつで、バンダイスピリットメイインチャイナ。うーんって感じだよな。はい。っていうことで、まあ、あ量が少なめなのと、あと、オープン記念で、1個フィギュアを確実に入れてくれてるのかな。どうなんだろう。 もう一回あるから開けてみて、こういうのがもう一回出てくれば、まあこれ次第でとこはあるよね。これはね、僕的に悪くないけどね、スターじゃ。500円では買わないな、だって。うん、箱入りで、ちょっと見栄えいいけど、ちょっとデカめのモンコレみたいな。まあモンコレだとしても500円じゃ普通買えないけどね。一番くじの、まあ N 賞だけど、悪くないね、これは。一番くじで。例えば、 600円のくじでこれが出たら、まあ、まあまあだよね。ただ、今時スタジャってとこはあるけどな。これ、ベストウィッシュの頃だからもう、10年近いんじゃないこのちびキュんキャラが意外とね、値段つかないんですよ。みんな欲しくないのかなあと、このタオルがどうかなっていう感じですね。はい。まあ、お近くの方はぜひ行ってみるのもいいし、遠い人もね、高崎駅から歩いて18分ぐらいで行けなくはないんで、まあ、 うん、ちょっと寄るのもありかな。で、これはね、確実にあるわけじゃないけど、僕が行ったのはオープンから2日目かな、確か。大量に残ってました。うん。あと他の人もみんな見向きもしてなかった。<laughs> うちらだけこう探してる感じ、そこの福袋。みんなはもうちょっとなんかフィギュアアーツとか見てる人とか、まあ千円ガチとかは見てる人もいたけど、そう、だから、 ぜひ皆さんも動画にするのもありだしやってみてください。今回の動画は以上です。評価ボタンをお願いします。それではまた、バイバーイ。あ、あとね、いろんな種類の福袋ありましたからね。